買ってきました。今日はこれです。これです。ちょっとこれを下ろそうか。こっち。ドン。チキングリル定食のこのダブルです。おかずダブルにしました。もうお腹ペコペコなので、ご飯は並盛りです。いやー、チキングリル定食を食べてみてくださいっていうのをすごいおすすめされたので、いやもう行こうと思いながらもなかなか時間がなくて、ついにようやくですけど行けました。で、勧めてくださった方は3日連続行かれたってことなんですけど、じゃあもうダブルで行こうと思って今日ダブルにしました。もう器にいっぱいいっぱいです。ニンニクの香りがすごいですね。もうニンニク大好きなのでちょっと嬉しい。すごっ、ゴロゴロ入ってます。いや美味しそう。いい香り、すごいねこれ。じゃ早速いただきます。これはやっぱりちょっともうそのままいっちゃおうかな。いや、ワンツー、これ最高。いや美味しい。これはニンニク好きはたまらないね。これはすごい。ちょっともうこのままいっちゃおう。あ、これつけて食べてみようかな。これポテサラ？あ、汚くなっちゃった。しっかり効いてるニンニクが美味しい。これは普通のやつだと650円です。で、今回ダブル定食にしたので950円です。おかずだけダブルにしてもらいました。単品だと450円。これはもう、ダブルいっちゃうね、これは。いや、美味しいわ。これは美味しい。いや、なんでこんなに美味しいかね。一つ一つが結構大きい。女性だと、これもう半分に切って食べたいかも。男性もこのままいけるけど。いや、このソースめちゃくちゃ美味しいな。なんでこんな美味しいの？意味わかんない。最高に美味しい。あ、カロリーが書いてある。今ホームページ見てるんですけど、カロリー、1009カロリー。ダブル定食だと1564キロカロリー。単品だと555キロカロリーです。
チキンだからあれですね、タンパク質豊富。普通だと 45g、 ダブル定食だと 81.2g、 単品 36.2g。 ちなみにこのソースはシャリアピンソース。シャリアピンソースって初めて聞くな。あとはダブル定食はお肉が2倍で、ライス大盛りまたは特盛りが無料です。今回無料にできたんですけど、僕はまあ並でいいかなと思って。糖質制限です。おいしい。やっぱ松屋は美味しい。本当美味しいな。これご飯にかけちゃいたいけどな、本当。このソースどうやって作るんだろう。まあ、ニンニクとか玉ねぎかな。美味しい。いい味これ、本当に。あ、ニンニク好きだからもう本当たまんないわこれ。やば、あれ？あっという間にもう、もうほぼこれで終わり？もう本当に美味しい、これ。しっかりした味付けだからご飯が本当進みます。で、ニンニク効いてて、確かにこの味を知ってしまうとまた行きたくなるのがわかる。あとこの、なんていうのかな、ポテサラが、ポテサラだよなこれは。最初に食べとくべきかな。なんか溶けちゃ、半分ぐらい溶けちゃったかもしんない。いやー美味しい。 中途半端にニンニク効かせるよりは、こうやってしっかり効かせた方がやっぱ美味しい。食欲ない時でもいけるかもしれない。いやーこれ最高。いや、松屋はやっぱり間違いないですね。最高に美味しい。これ多分また食べると思います。で、今日松屋行って、ポスター見たんですけど、カルビ焼肉定食？ちょっと待ってください。ホームページをちょっと開いて。カルビ焼肉定食、キムカル丼2つまとめて、今だけ増量キャンペーン。カルビ定食、カルビ焼肉定食がお肉30%増量、キムカル丼お肉50%増量です。これが4月11日火曜日15時までです。これもお得ですね。今言っておいた方がいいかも。そして4月11日火曜日15時から新発売、豚バラニンニク味噌定食。ニンニク好きにはたまんないですね、これ。590円。ダブル定食が890円です。これもまた美味しそうだから、行くしかないな。
ニンニク尽くしですね。いやー、最高。ということで、チキングリル定食でした。ごちそうさまでした。おやすみなさい。